どうも、渡辺真です。僕の家ですね、これがあるんですよ。これ分かりますかね、これダイソンのあの羽のない扇風機、羽がないけどこっからこう風がブワーって来ると、どれぐらいの風が来るのかちょっと試してみましょう。スイッチオン。はい、これがねマックスレベル10なんですけど、分かりますかこれ、このなびき、弦のなびき、すごい風ですね。羽がないんで手を入れてもこう安全ですね。私はあのね、考えたことがあります。この形、この輪っかがあって空気が、この輪っかがあってこっから空気が出る、これ何かに似てませんかね。これシャボン玉のっていうやつです。似てませんか、シャボン玉のあの棒ですか、スティックですか。丸があってこっから風が出ると、これシャボン玉液かけたらこう自動でシャボン玉がこうやって出てくる機械になるんじゃないかと思いまして、シャボン玉の液用意したので、しかもこれ強く吹いても大丈夫だけども弱く吹いても大丈夫、スーパーシャボン液なんですよ。多分従来のシャボン玉液だったら多分失敗すると思うんですけども、スーパーシャボン液ならこのダイソンの扇風機にかけても多分成功すると思うんですよ。はい、ということで今からお風呂場へ移動してやっていきたいと思います。やっていくよ。じゃあスイッチオン。 OK です、風が来てます、いきたいと思います。3、2、1、イグニション。で、見ますか、細かいのが、北海道の雪虫ぐらい細かいのが、シャボン玉って言われたらシャボン玉ではないですけど、ちょっと細かすぎる。止めましょう。マジかこれ、どうしようこれ、水で濡らしたらやばいよね。まあ後で考えよう、それは。明かりを灯そう、チャンネル登録よろしく。